モータイのリズムに付き合わないためにリズムを知りたいので、うん、使用ボーナスがもうちょっと欲しいなと思っていて、どうでしょうか。決まったんですか。決まったっぽいっす。いやで僕は結構テンション上がってますけど、あとやることって、まあ、ボンナパーくらいだと思うし、なんかやりたい相手とかいないし、まあ、そういった意味では久々にこう気合い入るというか、なんかまあ難しい位置づけの試合ですね。うん、まあでも新旧のライト級王者対決、あとはまあこれから先そういう実力者、超実力者がチャンピオンとやっていくっていうストーリーじゃん、与座行きの中で。また一人倒してくれるんだなって僕は思ってますけど、ムエタイはあんまり苦手ではない。なんかでもまだそのちゃんとしたタイ人とやったのって、まあ1試合はすぐこの前、去年か7月すぐ終わっちゃったんであるんですけど、6歳からの空手歴、19歳で極真会館世界ウェイト制軽量級優勝、青いグローブはタイ出身30歳、エークモンコン。気にしているポイントはたくさんあると思いますけれどもね、はい、エークモンコンがどれだけやるか、そしてその目前に与座選手です。そうですよね、ムエタイと極真のこう格闘技黎明期、昭和のあの頃の試合を見るかのようなね、ワクワク感ありますね、はい、確かにそれって我々本当にこう胸躍りますもんね、対戦自体にねロマンがありますもんね、はい、こういう試合は。ここは様々な蹴りを持っています与座勇気。マサトさん、注目ポイントどのあたりにされてるんですか。そうですね、まあこうね、与座の蹴りがね、はい、こうムエタイ選手にどういうふうに効いていくかっていうね、はい、そうですね、はい、まあ、与座キックというのは都度有名となりましたが、左上段蹴り、まあ、大きな一発中段蹴り一撃、ミドルキック一発ですね。たった一撃でも一撃あればそれが与座勇気。まあ一撃ね、極真といえば一撃ですからね。そうですよね、はい、いやいや、強さっていうのは本当にまあ与座自身の成長とともに素晴らしいですね。やっぱり勝つのは当たり前で、倒して勝ちたいんだっていうこともね口にされてましたから、はい、これムエタイ選手やっぱりどうしてもミドルなんだって体勢はあると思うんですけど、やっぱこの三日月のダメージって全然違うもんなんですかね。やっぱ本当ピンポイントで突き刺さ、ピンポイントでも指先で突き刺さってますからね、これは効きますよね。まあちゃんとしたタイ人と初めてやったんですけど、全然苦手意識はなかったんで、まあ大丈夫だとは思うし、まあ、ここで苦戦してちゃダメだよなっていうのはありますね、うん、だからいつもと変わらず、まあ、勝って当たり前の試合。ちょっとご相談なんですけど、いろいろそのあって、まだクラファンの海外武者修行行けてないじゃない。ちょっとご相談なんですけど、いろいろそのあって、まだクラファンの海外武者修行行けてないじゃない。タイ行くってどうですか。そうですね、行ってみたいですね。相手ゴンダッパーだし、まあ確かに。
6月頭ぐらいに初めて会議に締めこうかなと思っていて、どこの準備とか、どれがいいなかったですか。会議が進みつつっていうのは、普通の会議に行ったらじゃなくて、ムエタイにムエタイで行ったら多分勝てないんで、うん、そういった意味でそのムエタイのリズムを知るために、ムエタイのリズムに付き合わないためにリズムを知りたいんで、なんか行きたいジムは何個かあって、でもそれこそワンのなんか選手がいっぱいいるジムがあったりするし、まあ、なんか戦ってみたいですね。正直最初オファー来た時はなんか今更っていうのも正直あって、なんか一番もともとずっとやりたかったんですけど、なんかタイに行っちゃって急にいなくなっちゃったのに、なんかパッて戻ってきて一回勝ったから自分とっていうのもどうなのかなと思ったんですけど、まあ実力はこう誰もが認める強い、自分も尊敬している部分もありますし、まあ、世間から見てもこうこんな選手をしっかりとした形で勝てば、まあ自分の評価も上がると思いますし、こう知らない外国人とやるよりは、まあ、自分の強さをよりこう分かりやすい形で示せるのかな。慶応ボーナスがもうちょっと欲しいなと思っていて、どうでしょうか。菊田さん、これはまあそういうカードですよね。まあ、これがあの KO で決まるんであれば、まあ、ゴンナパ選手にもね、当然モチベーションにもなるし、あのファンの皆さんもやっぱりそれが見られたらね、非常に素晴らしいことだし、これは菊田さんどうですか。あの KO ボーナスは僕も好きなんですよ。あとはまあ好きとかあとはまあ当然ながらビジネスなので、じゃあ KO ボーナスを出したときにどういう効果があるのか、出さなかったときにどういう効果があるのかっていうのをちょっと考えながら設定を置きたいと思います。効果を置きたいです、うん、じゃあ可能性は否定しないということでよろしいですかね。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、あの K1 の興行に出るのがちょうど1年ぶり、7月の大会で1年ぶりなので、まあ、K1 ファンの皆さんにはこう待たせてしまったなというふうには思っているので、まあ、その分ゴンナパワ選手と最高の試合をして、まあ、最高の KO で勝つので、ぜひ期待しててください。